英語のリスニングを上達する超簡単な方法を説明します。前回ね、その英語の発音を気にしないで大丈夫だよっていうビデオを作りました。で結構ね、それ評価が良くて本当にありがとうございます。英語で発音ってあんまり気にしちゃダメなんだよ。本当にサムライイングリッシュでいいわけよ。サムライアクセント、 You don't have to worry about your accent。 でこれを英語で言うときは You don't have to worry about your accent、right? こういう風に言った方がいいわけよ。なぜかというと、アクセントっていうことを考えていると自分が恐怖モードに入るわけよね。あ、これ大丈夫かな、失敗したかなって。だからそのアクセントを気にして話してると、あ、今あ大丈夫だったかな、俺バカにされるかも、今何だったのっていう、全然ロジカル的じゃない、この身を守るっていうところに入っちゃうんだよね、そのアクセントを気にしてると。でどういうことかっていうと、今日はリスニングに話すんだけど、あなたは英語を話すときにアクセントを気にしなくていいわけよ。まあ、もちろんアクセントの先生になるとか、なんかわかんないよ、ラジオの英語の俳優になるとかだったらちょっとね、勉強した方がいいかもしれないんだけど、この間のユナイテッド・ネーションズのさ、トップの人の英語のアクセントも言ったんだけど、 Every year on August 19th we mark World Humanitarian Day in honor of aid workers who have lost their lives、ね、仕事でアクセント本当に必要かって言ったらそうでもないわけよ。なのでポイントはサムライアクセント、もちろんね、ケン・ワタナベみたいにさ、超かっこよくさ、 I am a samurai, I dream of peaceful days みたいな、かっこよくやってもいいんだけど、本当に簡単に I am a samurai, I dream of peaceful days みたいな感じでちょっとゆるく話しても OK です。でね、ここでもしあなたが会話しているときに、その外国人があなたの侍アクセントがわからなかったらどうすればいいんですか？どうすればいいと思う？それはね、その人のリスニングが下手なんですよ。わかるかい？その外国人のリスニングがジャパニーズサムライアクセントのリスニングにまだ慣れてないっていうことだけなんだよね。どういうことかっていうと、ね、今日はリスニングの話なんでね、どうやったら自分の英語のリスニングのレベルを爆発させるかっていう一つのテクニックを今日紹介するんですけれども、どういうことかっていうと、ネイティブの人でもリスニングって実は下手なんですよ。いや、そうじゃないでしょクリス、下手なんですよマジ。どういうことかっていうと、つい最近ね、友達が来て、で、パインギャップっていうネトフリを2人で見てたのよ。ちょっと時間つぶしみたいになって、まあ面白い、まあ面白い動画かわからないんだけど見てたんですよ、パインギャップって。でパインギャップっていうネットフリの中には、英語をしゃべるアメリカ人たちの俳優さんたちがいて、俳優と女優さんで、でオーストラリアアクセントの英語を話す俳優と女優さんたちがいるわけよ。で僕の友達がその動画見てる時にパッパッパッってやって、なんかリモコン触って字幕つけるわけよ。字幕つけてんのよ、英語の字幕を英語のネットフリにつけるわけよ、番組に。え、何やってんのって聞いたら、いや私オーストラリアのアクセントがわからない、聞き取れないっていうわけよ。この人アメリカ人だぜ、日本語ちょっとできるような完璧なネイティブのアメリカ人がオーストラリア人のアクセントがわからないから字幕をつけてるんだよ。面白いでしょ。僕気づいたの、僕がシャーロックとかすっごいヘビーな Hey, I'm from London and I like to speak in a British accent. You know, it's the very thing that I'm just thinking to do. You know what I mean? はぁ、何言ってんやみたいな時も俺も字幕つけてるんだよね。You're enjoying yourself too much. No such thing as too much. Oh, enjoying the thrill of the chase is fine. Craving the distraction of the game, I sympathize entirely, but sentiment. Sentiment is a chemical defect found in the losing side.Sentiment. で気づいたわけよ。リスニングっていうのは慣れないといけないから、どんなにネイティブの人でも、ね、例えばアメリカ人のネイティブだったらオーストラリアのネイティブのアクセントリスニングが難しい、
アメリカ人だったらイギリスとかのアイルランドとかスコットランドとか何言ってるか全くわからないわけよ。I'm playing like Paul fucking Newman, by the way. Giving a boy here the turn into a lifetime. だからリスニングができないっていうのはネイティブの人もそうだし日本の人もそうなわけよね。大体の日本人だと思うんだけど、Alright? なので自分これね自分がリスニング下手自分がダメだっていうんじゃなくて今私にはこの国で話しているアクセントのリスニングがまだうまくないだけなのよ。わかるかい？これはステップ1なんだよね。Alright. で、これからね、本当に自分のリスニングを爆発させるような最高の一つのテクニックを紹介します。それは何かっていうと、英語の映画とかテレビ番組とか YouTube に英語の字幕をつけて見ることなんですよ。ね、よく考えてみようぜ。例えば、ね、英語学びたいんで英語のリスニングを勉強したいんだったら、まあ、例えばウォーキングデッドとか見るわけよ。英語の字幕をつけて、これね実はね完璧な英語の先生なんだよね。例えば英語教室に行くじゃん、ね、で英語の先生が Hi, my name is Chris. I'd like to teach you a little bit about English. 言ってはーみたいな時にその英語の先生は何かっていうとそれを文字にしたやつをあなたに見せるでしょ。で文字にしたやつによってもう一回先生が言ってあこういうことを言ってるんだっていうなるよね。だから there's a visual cue, visual auditory 聞くだけじゃなくて聞くっていうセンスプラス見るっていうのをこのクロスミックスダブルでついてるわけよ。でネットフリーとかで字幕をつけて見るっていうのは実は最高のリスニングの学ぶ一つの超最高の武器っていうかツールなんだよね。なので英語のリスニングを上手くなりたい人はぜひですね自分の、まあ、英語とか、まあ、ロシア語だったらロシア語とか韓国語だったら韓国語とかになるんだけどその言葉でのそのテレビとか映画を、まあ、YouTube でもいいんで字幕をつけて見ていただければ本当にリスニングが上手くなると思います。イエーイ。それだけでしたじゃなくてこのポイントがリスニングを上手くなりたいんだったら海外の動画を英語の字幕で見るっていうのがポイントなんだけど実はそれだけだったらリスニングって上手くならないんだよね。で、Language. To learn a language, you need a commitment.ね、英語を学ぶっていう時は、ね、なんかの言葉を学ぶっていう時はある程度のコミットメント決断が必要になってくるんだよね。まあ、本当に分かりやすく説明するとお家の片付けってあるじゃん。いや俺お家綺麗なお家になったら嬉しいなとか思って、うん、じゃあたまに掃除しようとかたまに英語を字幕つけてみようとかたまに家の掃除やってみるやって家は綺麗になりますか？ならないよね。たまに家をきれいにしてるとやっぱり掃除っていう家をきれいにするっていう習慣をつけないと家がきれいにならない。そのような感じで英語を学び続けるっていう習慣を身につけないと英語は言葉は学べないんだよね。でここで素晴らしいグッドニュースがあるんですよ。何かっていうとね、家の掃除っていうのは永遠にやらないといけないんだけど英語っていうのは特にリスニングとかは学んだら終わるんだよ。だからどのぐらいやればいいのとか言ったらもう短い人は3ヶ月、ね、長い人は6ヶ月もっとやりたいんだったら1年とか、ね、でもこれからこのリスニングを習慣にしてリスニングが好きになるっていう方法を習慣です説明するので本当に楽にこの最初の3ヶ月ができるような方法をちょっと紹介できればと思います。Alright. でね、ちょっと、これからこのリスニングを習慣化にしていくっていうところで説明したいんですけれどもぜひですねここからは本当に英語を学びたい、まあ、他の言葉を学びたいっていう人にちょっとぜひ見ていただきたいんですよ。で今は大丈夫なんだけど今は大丈夫だっていう人は、まあ、好きだったら見て、まあ、習慣の作り方とかの勉強になると思うのでぜひ最後まで見てください。 Alright. でまずこれスタートする前にYou are a champion. もしあなたが本当に日本語以外の言葉を学びたいっていうのはすげえぜ超すげえぜ超かっこいいよマジ本当に他の言葉特に英語が
リスニングで分かるようになったら、 YouTube とか英語の YouTube とか見れるようになったら、マジ海外のあのデータとか考え方を学ぶことができるから、相当自分の人生に有利な情報を入れることができる。昨日ね、あの本田健さんとちょっとお話ししてて、クリスさ、海外と日本って面白いよねって言ったわけよ。で、島根県ってあるよね、島根県、うん、あのもし日本のサイズに世界の人たちが住んでたら、日本の人って島根県だけなんだよねって言ったんだって。わかる、その人口の比べ、ね、他にもいっぱい国っていうのが日本以外にあるんだよね。で、この国たちはほぼ英語はほぼどこ行っても通るわけよ、ね、ノルウェー人とかノルウェー語話せるし英語話せるし、ね、ヨーロッパ行っても英語ってほぼどこにでも通るわけよ。英語ってすっごい、ね、なんかすごい学ぶとしたらすっげえいい言葉なんだよね。で、この英語のリスニングをどうやって身につけるかっていうことを本当にこれから具体的に説明するんだけど、こうやってください。まずはこれを習慣にしないといけないんだよね。で、ちょっと習慣のビデオ、まあ、この前かこの後で出ると思うんですけれども、習慣のビデオをよく見ていただきたいんですけれども、ね、もし1日何分か海外のドラマとか映画を英語の字幕つけて学ぶ習慣を身につけることができたら、あなたマジリスニングできるようになります。で、これは永遠にしなくていいから、いずれかは終わることなのね。 Alright? OK, let's start、はい、本当にこのマニュアル通りにやるとリスニングは本当に身につくと思うので、ぜひ皆さんやってください。 OK、 チャレンジが3ヶ月です。3ヶ月のチャレンジとなります。で、どのぐらいやらないといけないのかっていうと、この習慣のために毎日、最初の2週間は毎日1分から10分マックス、海外のテレビ、海外の映画、または海外のその英語の YouTube に英語の字幕をつけてみます。 Alright? 3ヶ月やって、最初の2週間はミニマム、最低1分間でマックス10分。 OK? で、どのぐらいやらないといけないのかっていうと、3ヶ月なんですけれども、これを週6回行います。週6回やります。で、この3ヶ月間の間、必ずね、10分以内にしちゃダメなのっていうことではありません、ね、その最初の2週間終わったら10分以上好きな動画を見ても OK です。でもポイントは、最初の2週間は10分以上見ないでください、OK? これなぜかっていうのを別のビデオで説明するんだけど、ね、で、2週間経っても1分だけ見たら OK です。だから2週間以上経っても10分見ないといけないのっていうことではなくて、1分でも見たら OK っていうことです、ね、ポイントはちょっとでもいいからやるっていうのが一番大切です。 でね、この習慣を作る前に気をつけないといけないことは、どのような海外の映画、ドラマ、テレビ、または YouTube を見るのかっていうことなんですよ。で、ここがポイントなんだけどね、もちろん、まあ、英語を学びたいんだったら英語で見るっていうことなんですけれども、例えばもしあなたがオーストラリアに留学するってなったら、オーストラリアの番組を見てください。あなたがイギリスに留学するってなったら、イギリスの番組を見てください、ね、どのぐらいになる、例えばダウントンアビーを見るとかさ、ね、アメリカだったらウォーキングデッドを見るとか、その国のアクセント、自分が行きたい場所で話しているアクセントをのリスニングの勉強になります。 OK? で、次のポイントはね、簡単な番組を見てください。 OK? 例えばシャーロックとかあるじゃん。シャーロックは正直言ってハードル高いぜ。俺でも分かんないぐらいだから、うん、だってあれイギリスアクセントだし、めっちゃ話早いし。そういうのじゃなくて、もうちょっとレベルが低い、なんか
例えば英語だったらその弁護士のドラマとか、ね、そういうのって意外と難しいわけよ。何言ってんの、どうなってんのとか専門用語も入ってるから。そうじゃなくてめっちゃ簡単な、例えばそのウォーキングデッドとか、もうストーリーがあって主人公が何かをやっているみたいな、その見ているだけでどのようになってるのかっていうのが大体わかるっていうテレビ動画 YouTube 番組を見てください。 Alright? で The next point、次のポイントは、動画を選ぶときの3つ目のポイントは、楽しいやつ見て、自分が本当に見てて面白いっていうのを見て、それをぜひ選んでください。なんかこの番組ちょっとあんまり好きじゃないんだっていうのはやめようね。本当に自分がこれミュージー面白いみたいなのを選んでください。 Alright? なので動画を選ぶときのポイント、3つのポイント、最初のやつがね、アクセントがその国と合っている。オーストラリアだったらオーストラリアとか、英語のだったらアメリカだったらアメリカとか、ね、で次は簡単に分かるような番組を選ぶことで、3つ目のポイントが自分が本当に楽しいなって感じることを見ることです。 Alright. でね、最後2つのポイントがあるんですよ。1つは Before you do it、 このリスニングの習慣を身につける前にやっていただきたいのがね、実際にこれをやるんだったらまずやらないといけないのは自分のカレンダーに入れることなんですよね。もしあなたが Google カレンダー使ってるんだったら、もう Google カレンダーにその時間を入れないといけないわけよ。マジ最初の1週間とかは毎日タイマーつけた方がいいと思うよ。でもちろんこのような、ね、簡単なカレンダーを自分の家お家に用意して、自分のトイレとか洗面所の横とか毎日2回以上見るところにバーンってくっつけてください。やるのは簡単だからね。1日1分海外ドラマを字幕見て見るだけだからね。そんな難しいことじゃないよ。だって英語学びたい、英語学んだらどういうメリットになる、やばいよね。リスニングできるようになったら3ヶ月とかでできるようになるんだよ、リスニングって。このメソッドやってたら、いやーでもそのハードル高いよってね。自分は幸せになりたいんだよね。でもそれ難しいからこのまま不幸にいたいっていう感じなんだよ。それをパッて、いやその考え方を、いやできる、せめてできるかもに変えていきましょう。 Alright. でポイントなんだけど、 Before you do it、 もちろんこれを用意してやった日には丸ってつけて、できなかった日にはバツってつけます。 OK. でこのリスニングをやる前に、自分の人生1日の中で何時から何時の間にやるかっていうのを決めてください、ね、例えば朝やるの、夜やるの、仕事が終わったらやる、朝仕事行く前にやる、それを考えてください。でどこでやりますか、マジどこに座る、ね、ソファーで座ってやる、机で見る、ね、通勤中もありだよね。通勤中もいいかもな。通勤中やる。で今度何を使ってやる、 iPhone 使う、 iPad 使う、自分のテレビの iTunes テレビ使う、ね、それを考えます。 Alright? なので本当に1日1分だけでいいから週6回やってください。 Alright? かなりのハードルが、ね、コミットが必要になるんだけど、で今すぐやらなくていいから、ちょっと準備して本当にいつからスタートするのかっていうのを感じてバッてやると、マジですね、本当に短い人は3ヶ月でそのリスニングの習慣をつけることができるようになります。でこれをやると何が起こるかっていうと、まず最初の 3週間か4週間の間でこの動画を1分でもいいから毎日見るっていう習慣が作ります。で約1ヶ月終わった時に実際に効果が分かってくるんだよね。あ、なんか前より分かってきたって。でするとやったことに効果、そのリワード、ね、いい習慣って効果が現れるまで時間がかかるんだよ ね。ダイエットもそうでしょ、筋トレもそうでしょ。筋トレね、3回やってもさあんまり体変わんないけど、6ヶ月とかやると体すっごい変わるわけよ、ね、リスニングもそうなわけよね、リスニングも1ヶ月とかやってるとすっごい本当に分かってくるの。なのでそれが起こって今度そのリワード、結果が実際に感じられるようになるし、動画も楽しいっていう風になるので、マジ本当にね、この習慣でもう本当1ヶ月経ったら1日10分以上海外のドラマを本当に字幕で、リスニングの本当に習慣に
ね、毎日やってるっていう風になるので、本当にリスニングを今すぐもう3ヶ月で学びたいわとか、6ヶ月でパッて入れたいわっていう人にはこのメソッドをぜひ使っていただければ幸いです。 Alright you guys, thank you so much for checking out this video. I love you guys, and I'll see you next week.